見た目年齢を下げる鎖骨下の痛みのケア。今日は2回目になります。1回目の動画では、なぜね、鎖骨下のケアが大事なのかっていうのをね、説明しました。今回は、その鎖骨の下にね、痛みがある。で、しかもその痛みがね、結構強いですね。そんな時にじゃあどうしたらいいのかっていうのをね、お話ししていきたいと思います。若々しく見られたいね、それはもう鎖骨の下がね、結構ポイントになりますよという話をしました。肩の動きの中心だという話をしましたね。肩の中心なんで、この中心がね、やっぱずれてたりとかね、なんか痛めたりとかしてると、肩、上半身の動きに優雅さ、そういったものが消えます。だからなんかね、ちょこちょこ、なんかこんな感じになっちゃいがちなんですよ。だからね、やっぱ優雅に若々しく見られるって、上半身がやっぱこう、はつらつしてて、なんか動いてる状態じゃないですか。それがね、なんか、ああ、みたいになってたらね、やっぱり若々しく見られるっていうのはね、こう、遠ざけてしまいますんで、ここはね、しっかりと学んでね、しっかりケアして若々しくなっていきましょう。まず、鎖骨下の痛みをケアする方法なんですけど、大前提として、こうやってほぐすときは姿勢を正しくしてからやります。こんな感じで、ね、やってもね、効果、もう本当激減してしまいますんで、姿勢を正しくしてやるっていうのが絶対ポイントです。で、鎖骨下のほぐし方、人差し指の上に中指を乗せて、こうやってやるとね、指にクッと力が入りやすい、お腹にも力が入りやすいので、で、鎖骨の下をね、こうやってグリグリグリってやるようにします。写真のね、赤い丸がついてるところ、鎖骨からずーっとこうとね、腕の付け根と鎖骨の間のところ、こう、ポコってこう、へこむところがね、姿がポコってくると。ここはね、別にやってもいいんですけど、あまりグリ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 ね、なんかこう、やらないようにちょっとしてください。もしもね、ここに痛みを出してしまうと、なかなかね、ちょっとこう、取れないんですよ。解剖学的にちょっとそういう構造になってて、まあ、その説明はね、ちょっと割愛しますが、一旦痛みが出てしまうとなかなかちょっとしつこいんで、ここはね、まあ、やってもいいんだけど、まあ、あんまりグリ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 ね、なんてやらないようにしてください。痛みがね、めっちゃ痛い。もう、とてもじゃないけど、冷静にならない。例えばね、人にね、こうやって、グーってなんて押さえられない。ああ、やめて、みたいな感じでね、怖がって冷静になれないっていうケースは結構あります。本人気がついてないだけです。結構あります。じゃあどうしたらいいのかなんだけど、このね、鎖骨の下を押さえられて、ああ、っていう場合、ちょっと一旦ここは置いといて、太ももの内側、ふくらはぎ、足首の痛み、絶対あるはずなんで、そこを優しくケアしていきます。痛みが強いようならね、これちょっと足だと思ってください。足の指をね、もう一本一本、丁寧にぐりぐりぐりってこうほぐしていきます。やり方簡単です。これ足だと思ってくださいね。もうこんな感じで、付け根とか爪の際とかね、こういったところを、まあ、こうやってもいいし、こうやってもいいし、もうなんかとにかく、ってやってほぐしていきます。人よりも結構痛いはずなんですよ。痛いはずなんですよ。だからそこをしっかりやっていきます。で、ある程度やったら、次は、土踏まず、それからふくらはぎ、ここのね、痛みをね、具合を見ながら、少しずつね、土踏まず、ふくらはぎ、それからももの内側っていうふうにね、下からどんどんじゅーっとこう上がっていくようにほぐしていきます。ね、そうすると、鎖骨の下のね、痛みってね、結構ね、すべて取れるわけじゃないんだけど、まあ10痛かったのが、まあうまくいけば5とかね、まあ、そのぐらい減ります。減ります。ね、だから最初こう、怖くて触れなかったのが、こうちょっと触ってもね、なんか触れるかなみたいな感じになりますんで、安全に鎖骨の下をね、ほぐすことができるような環境が整ったってことですね。まあそうは言ってもね、とてもじゃないけど、痛くてね、もうやっぱ、全然、ここ足とかね、足の土踏まずとかなんかやってもね、全然変わりませんと、もうとてもじゃないけど痛いですっていう場合もあります。その場合は、肩甲骨がもう外側にこうやってずれちゃってます。外、ね。例えばこれが正しい状態だったら、こっち側にこうやってずれてます、肩甲骨が。で、その場合ね、脇の下のここが結構縮んじゃっているんですけど、これ結構ね、頑固なんですよ。しっかりね、脇の下を伸ばしていきます。ただね、かなり、でかい筋肉、強力な筋肉なんで、ちょこちょこっとストレッチやったぐらいでは何の変化も起きません。だからここはもう長期戦だと思ってじっくりやることが大事です。ただし、ここね、長期戦だって言いましたけど、やったらやっただけの価値が出ます。やってみてください。変わります。保証します。で、この時にね、股関節も一緒にね、ストレッチやるとさらに効果的です。まあ、股関節ね、このイラストを見ながらね、足の付け根、いろいろね、ちょっとほぐしてみてください。鎖骨の下っていうのは痛み残しちゃダメです。邪魔してきますんで、そこはね、しっかりと取っていきましょう。それでは、ピッ。